M50 クラス決勝グループ B、 フロントローの4台のマシンが揃ったというところで、こちらのライダーのご紹介をいたします。そう、まずはポールシッター、ゼッケン6望月拓也、そしてゼッケン25増田選手、バラグミ&カルバザシ、3番グリッドからは23期間佐藤塾、以上4台がフロントローから出走。5番今井幸子、 SP タダオ、ジャックポット。7番手こちらは、チャレンジクラスからステップアップします。まずマスターに戻ってきたのは2番グリッドからスタート、25番のマスター、そしてゆっくりとポールシッター、絶叫から今レッドフラッグがゆっくりと退去。さあ、このレッドフラッグが退去した後、レッドシグナルが飛び出してグリーンへ、今グリーンシグナルに変わりました。スタートライダー一斉にスタート、ポールシッター25番マスターが取った模様、マスター、そしてアウト側から6番をポールシッターの持ち着がつきました。第3コーナーを抜きまして、ここでの順位の変動はありません。トップは増田、そして2番手が望月、3番手22、そして47、85、41、46、12、14、38といったオーダーで続いていきます。トップは変わらず増田がキープしている。 Z カーブからトップスコーナーへ、さらにはダンロップ式へと続きます。この後一番低いところにありますローポイントから最終コーナーに向かってくるトップグループのマシン。オープングラップを制しましたのは25番のマスター、2番手6番望月、3番手22番加藤、4番手47番西岡といったオーダー。さあ、全てのライダーがコントロールラインを通過、大きなトラブルは起こりませんでした。 M12M50 クラスの決勝 B クラス。さあ、そしてトップのマスターに対してポールシッター6番の望月が今チャージを仕掛けようというところ、早くもテールトゥーノーズの状態でソックスカーブに入ってくる。3番手少々間が空きまして、22番、こちら17インチのマシンを借ります、加藤がつけている。さあ、縦に長い展開となりました。 M12M50 クラスの決勝 B クラス、まだこの周回もマスターが取りました。現在周回は3周目に入った。この周回、この間中マスターがレースをリードし続けます。さあ、そして4番手争い、こちらで順位の変動がありそうだ。第3コーナー41番のマシンが一つ追い上げた、平野が4番手に浮上です。先ほどまで5番手を走っておりました平野亮介が4番手に浮上。平野の候補ゼッケン22、こちらが加藤となっておりますが、加藤の候補こちらイエローのマシンはゼッケン85の大石大輔となっております。大石もこの後加藤を追い上げようと今実況追走中。さあ、現在周回数3周を終えまして、残り周回いよいよ10周となりました。相変わらずレースの方は増田がリードしております。増田、望月、西岡、平野、加藤、大石、美園、今井、山口、根市、こういったトップ10となっております。2位3位の間が大きく開いている。そして3位4位の間も大きく開いております。この後4位争い、あっと危ない4位争い、こちらで2台のマシンが接触。さあ、この2台の接触の間でこちら、6番手の大石でしょうか、大石大輔が前に出た模様です。大石ノーサズして、この周回4番手に順位を上げました。さあ、コントロールライン上まだ増田がトップ、増田、望月、西岡と順位は変わっていません。その後方4番手に85番大石が上がる。加藤と、そして平野がどうやらですね接触して順位を大きく落としてしまった模様です。さて、第3コーナーで順位が入れ替わった。こちら6番の望月が増田をかわしてトップに立ちます。おっと危ない、セクシーコーナーで1台が転倒、これにもう1台が巻き込まれたと感じてしまった。ゼッケン22番のこちら加藤です。加藤と46番みそのうですね、みそのうが転倒。さあ、みそのうのマシンは こちらのコンディバイヤーのですね上に乗り上げてしまうほどのダメージ。さあ、みそのう選手そのまま降りますと非常に危険ですね、タイヤバリアの内側に反対側に逃げることをお願いします。イエローフラッグが激しく振られている。みそのうはどうやら怪我のは大丈夫なようなんですが、もう一つ目22番加藤はですね、すでにレースの方を諦めております。さあ、みそのうもですねどうやら体のダメージが大きかった模様です。いや、マシンに再びまたがろうとしているみそのう。さあ、このままリスタートできるでしょうか。さあ、レースの方に戻りましょう。レースの方は残り周回7周となりました。現在のところ6周をクリア。トップは変わらずゼッケン6、望月、2番手に入りました。
3番手47番西岡、4番手85番大石、5番手41番平野、6番手30番山口、7番手48番根市、8番手12番今井、9番手14番の松沢といったオーダーになっております。残り周回は6周となりました。ゼッケン6番松木が増田を離しました。このあと一度たりともトップを譲らずに現在のところレースをリード。しかしながら増田をまだまだ諦めてはおりません。さあゼッケントップカーブの進入でインナーにマシンを振ろうとする増田、しかしながら順位を変えることはできません。現在のところ残り周回は6周となりました。繰り返しご案内いたします。 M12M50+ 決勝グループ A に出走するライダーの皆様、ただいま計測器の取り付けを行っております。至急ウェイティングエリアにお集まりください。さあ増田が第3コーナー前に出ましたが、望月がその後すぐに第3コーナーの立ち上がり、第4コーナー進入でまたもや前に出ます。この第3コーナーから第4コーナーの、切り返し、インガーについてたマシンが続く第4コーナーではアウト側に来るということもありましてですね、一つの抜きどころ、そして逆転の激の起こりうるところとなっております。トップのマシンはローポイントコーナーから最終コーナー、そしてホーム連れて帰ってまいりました。トップ変わらず再建6持ち主、続いて25番の増田、3番手47番西岡の続きます。さあ第3コーナーの突っ込み、いやここの周回では増田は勝負はかけません。しかしながら持ち手が少々オーバースピード、クリッピングポイントに突くことができませんでした。セクシーコーナーでインガーにマシンを振る増田ですが、まだ順位を変えることはできない。残り周回はもうわずか4周となっております。M12M50+ 決勝グループ A、 和田選手いらっしゃいましたら至急ウェイティングエリアにおいでください。さあ M12M50+ 決勝グループ B のトップ争い、ゼッケン6番松木、そしてその候補増田がつけている。残り周回は3周となっております。トップのマシンが今ローポイントコーナーから最終コーナー、そしてホームスライドへ帰ってきてコントロールラインを通過。残り周回はいよいよ2周となりました。さあ増田第3コーナーの進入でブレーキング、レイトブレーキを見せて前に出ようとするが、立ち上がりやはり持ち主のスピードにはかなわないのか。さあブレーキングでは完全に増田並んでおりましたが、スピードをいかんせん落としすぎたか、持ち主はその増田のアウト側を素早いコーナリングスピードを見せて回りきって、前に出ます。残り周回2周というところ、もう残すところ、勝負どころというのは本当に限られてきました。ローポイントコーナーから最終コーナー、さあそしてこのホームスレートで順位が再び入れ替わることがあるでしょうか。いやこの周回は入れ替われない。さあそして第1コーナー、おっと増田のマシンが激しく揺れる。そして第3コーナー、増田のマシンが前に出ることは、いやできない、前に出れない。さあセクシーコーナー、こちらでも前に出ることができませんでした。増田満を持して仕掛けた勝負を望月にあっさりとかわされてしまった増田、残りのコーナー数も少なくなってきたところで、さあ最後の最後勝負をかけることはできるでしょうか。コントロールライン上すでにチェッカーフラッグが用意されている。ローポイントコーナーから最終コーナーに向けてトップの争いを、トップ争いを見せる2台のマシンが今ホームスライドへ帰ってきてチェッカーフラッグ。ゼッケン6番望月がトップ、2番手惜しくも及ばず増田、3番手には47番西岡、4番手85番大石が入ります。そして5番手41番平野、今チェッカーフラッグを持ちましたのウイニングランです。